しもしベンチでささやくお二人さん、早くお帰り、夜が更ける、野暮な説教するんじゃないな、ここらは近頃物騒だ、話の続きは明日にしたら、そろそろ広場の火も消える。もしもし家出をしたのか、娘さん、君の気持ちもわかるけど、国じゃ父さん母さんたちが死ぬほど心配してるだろう、送ってあげよう、任せておきな、今なら間に合う終列車。もしもしケーキはどうだい、納豆屋さん、餌も一本もらおうか、君の元気な呼び声聞けば夜勤の疲れも忘れるぜ、卒業するまでへばらずやんな、間もなく夜明けだ、日が昇る。タバコをください、お嬢さん、今日は非番の日曜日、職務尋問敬語忘れ、あなたとゆっくり遊びたい、鎌倉あたりはどうでしょうか、浜辺のロマンスパトロール。